東京都の小池知事は昨日、都内でも増加傾向が続いている新型コロナウイルスの感染状況への対応について、緊急事態宣言の要請も視野に入れて検討する考えを示しました。小池知事は報道陣の取材に対し、先手の対応が不可欠だと強調し、緊急事態宣言の要請も視野に入れ、スピード感を持って検討するよう職員に指示したと明らかにしました。また変異株も多く見られ、上昇基調にあると指摘しました。東京都の新規感染者は543人で、これで前の週の同じ曜日を18日連続で上回りました。重症者は変わらず45人でした。感染拡大防止のため、皆様お一人お一人のご協力をぜひともよろしくお願いします。昨日は東京都にまん延防止等重点措置が実施されてから初めての日曜日でした。東京都は宣伝カーを使って渋谷駅周辺など繁華街を訪れている人たちに向けて外出自粛への協力を呼びかけました。感染拡大防止のため